コーナーより、ノーフィア高山義弘、入場。嵐を巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。コーナーより、猪突猛牛、その角を突き立てろ、天山Hiroyoshi、入場。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。高山、青コーナー、196センチ125キロ、高山義弘。赤コーナー、183センチ115キロ、天山ヒロヨシレフリー、レッドシューズ運の天山。のゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。逆に返します。変形のスリーパーで締め上げてまいります。腕を回します。ストマックに突き刺さります。掴んだ。キックを打っていきます。掴みます。ヘッドバットを打ち込んでまいります。組みに行きます。コーナーに振った。カウンターで返します。顔面を蹴り上げます。起こします。リバースで返します。切り返します。顔面に突き刺さります。相手を挑発してまいります。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控え室に戻ったりすると、試合中はわからなかったところでも
痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。抱えます。させません。モンゴリアンジャップ強烈。悲願の IWGP ヘビー級タイトルの奪取に向け肉体改造を果たしました。この天才ヒロヨシ、ピーク時の体重に戻すことでパワー重視のボディにモデルチェンジしたこの天山がプロレス界を天山色に染めるため爆走してまいります。掴んだボディスラム、バックに回ります。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか、立たせていく。あっとラリアット腕をフックした。シュミット式で落としていった。抱き起こす。フライングニール、扇子を広げた。あと金的か。フィニッシュに行くのか。ガチッと組み合った。あと投げていった。引き起こす。モンゴリアンチョップ逆水平、起こした、抱えた、ブレーンバスターで投げつける。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、トップロープを奪う。リングに戻ります。抱えた、ボディスラムで叩きつけた。コーナーに登ってリングに戻ります。起こした、あっ逆にパンチ、腕をフックした。正面から投げていった。放っていくのか、ヘッドバットを落としていった。頭を掴んでブロックした。こう掴んだ、ヘッドバット連打だ。バックを取って投げっぱなしのジャーマンスープレックス、フライングリールキック、けさ切り、ナタのようなチョップ、組み合った。あと逆に投げていった。抱き起こす。ブレインバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける。ニールキックがこめかみに入った。引き起こす、抱えた、円形のパイルドライバーで落としていった。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。腕をフックした、天山ドライバー首根っこがへし曲がった。立たせていく、いけるか、巻き投げで切り返した。あっと返していった、抱えた、ボディスラムで投げつける。腕をフックした、正面から投げを見舞った。トップロープを狙う、ダイビングヘッドバット。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってます。ここで2連のゴング、